すごいハイテンション。久々ですよね、皆さん。こんばんは。まあ、娘がね、お酒飲めるようになったっていうことで、うん、ちょっとね、こう、お酒に関した話っていうのは真剣にしたことないので、皆さん、もう皆さん興味あるかと思います。はい。じゃあ、パンってしたら、こう、バッて出るみたいな。はい、せーの。はい、出てきましたああそうな、はい、はい、わかりました。でも、ミカがこれやっても、あの、音流されへんから、お父さんが下の方でパチンってしまって、せーの。あ、な、な、そう、そう、はい。はい。せーの。はい、出てきましたこれ何かわかる？え、これは、うん、私の大好きな、ポンチュー。ポンチューです。ポンジュース？そう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 。こちらです。これあの高性能のカメラちゃうから全然ピントも合えへんね。こちらは。これあの何かわかる？これなんかあれストップの標識みたいな。ストップ。これストストストス。なん早い言うて。スタート。こうスタートって言うて、まあ、黒ビール。おっさんになったらこういう黒ビールが好きになってくるということで。何やねんな。何やねん。これな、こう栓抜き開けるときな、これ大人やったらこれ全員すんねん。あ、これ違うな、なんかこう自分の分を自分で継いでるっていう感じ。お前やな、全然違う。久々の動画ということで、まあ、それに祝して乾杯しましょうか。はい、はい、おかえり。ただいま。どうですか。うまいで。うまい。そのポンチを。ああ、美味しい。寄ってきた。うん、まあ二十歳からお酒飲めるということで、うん、すぐ飲んだよね。すぐ飲んだ。で何初め飲んだ覚えてる？二十歳になってから。覚えてます、覚えてます。何？ほろ酔いのコーラ、うん、飲んで、うん、めっちゃうまいなって感じじゃなかった、うん、あ、なんかこんな感じかみたいな。普段のコーラを飲んでて、そのほろ酔いのコーラと違い、ちょっと苦い。そのちょっとの差でも分かるんや。まあ、ちょっと苦いんやったら、まあ、まだコーラでいいかなって思ってたんですけど、うん、バイトから帰ってきて疲れて帰ってきて、うん、ほんならなんか、え、こっちの方が合うみたいな。ああ、なるほど。もう惜しくなってきたってことや。ほろ酔いよりもっとまあ、うん、ちょっときつい方が。もうでも最近もう気持ち的には、うん、もう毎日飲んでる時もあるよな。いや、それはちょっと言い過ぎでもない。結構飲んでるし、うん、もういつの間にかこの冷凍庫にある缶がなくなっていくね。チューハイが好きで、うん、チューハイばっかり。チューハイ何が好き？今、うん、売ってるんか分かんないんですけど、うん、なんか桜と、うん、さくらんぼのチューハイ、ピンクの缶なんですけど、 あれがめちゃくちゃ好きで、あれね、もうなんかこうカンカンの日にめっちゃあったで。どんなあれ全部私そうか。君が飲み切ったので、うん、今残ってるのこれ。あ、まあ次これの、まあ、次発作っていうやつやな。これのシリーズがめっちゃ好きです、うん、私は。チューハイ持ってきた次に、はい、おつまみいかがですか？欲しいです。あ、おつまみ、おつまみね、こうそうなんですね。このあのママですよ、ママ。ママ。居酒屋のママですね。あ、お姉ちゃん。いや、お姉ちゃんって言ったら割高なんで、うん。おばちゃん、おばちゃん、今日おばちゃん。そうやね。これがいろいろ。まあうちの居酒屋は、うん、まあうちの母ちゃんが買ってくれて、でそれにお金を渡して、またどんどんこう増えていくという。まあ今日はおごるわ。の好きな食べ？高級玉ねぎさんタロ食べ？違う。何を違うのよ。まさかポッキーとか言っちゃうよな。うん。つまみポッキー。ポッキーがいいです、私。そうなん。いや、そうやな、ちょっとね、ほら、あ、オリオンビアチップ鶏皮。うそ。これとこれをいただこうかな。で、おばちゃん、これとこれいくら？300円。あ、わかりました。ほな、もう500円。500円。いいやね。はい。はい、はい。え、これで、こう、ええの買ってや、また次。はい。お姉ちゃん。あ、どう、あの周りの友達とかで、うん、お酒どう飲んでる？うん、ぼちぼち、もう程よく。まあ大体何杯ぐらい？何杯？女子会の中で。あ、男子とかいてんの？男子はいてない。ちょこっとだけいてん。おいおい、ちょっと、いやいや、おい待ってよ。そういう、みんな友達で、はい、あ、友達の中で、ね、そう、はい、飲むんですけど、まあ、そんなになんか、なんていうか、うん、その、え、え、話聞いてた？いや、聞いてないよ。飲み放題とか行くの？飲み放題、うん、飲み放題けど、そんなに飲めへんな。飲み放題はそしたら損みたいな、まあ、大体3杯ぐらい飲んだら得なんだけどっていう、うん、でも店員さんにさ、この飲み放題もついてますって言われて、うん、あ、じゃあ飲み放題でってみんな言っちゃうやんか。安いと思いきや、意外と3杯までやったら絶対に飲み放題じゃない方がいい、うん、トリコチップスなんだけど、うん、唐揚げみたい、うん、美味しい。あ、食べてもらっちゃうね。
彼と一緒に、うん、いやいやもう中学生みたいな。お売りします。はい、いや嬉しいな。姉ちゃん何でも買ったるで。ほんまですか、うん、財産言うとけど、あの借金やけど。あのお酒っていうのは、うん、一口飲んだら大体酔うねん。ふわっとなんねん。酔った。あでお酒飲んで飲んで飲んでけど、うん、それが消化して腸の中で吸収するっていうのはちょっと時間かかんねん。何回説明だ。結構ね、腸の中で消化して、まあ、それはちょっと時間かかる。まだいけると思いきや、まだ腸で消化されないものが今後ずっと控えてんねん。まだ飲めるんだけども、飲むとそのさっき飲んでるやつが吸収されて一気にくる。言うてることわかる。まだ余裕だから飲んでもね、あとめっちゃくる。ヘベレキまでなるまで飲んで、だいたい自分はこれぐらいなんだなっていうのを何回も経験してる、うんうん、でその中で培う、この飲むペースが早すぎて、うん、めちゃくちゃ気持ち悪くなって、うん、私の話全然聞かねえ、話どころやない。で飲み方が悪かったやなって、そう最近やっと気づいた。お酒はゆっくり飲むもんや、うん、意識ある状態、うん、止めとかな、うん、それも一つの経験として大事かもしれんけど、うん、私はいらんなと思う。もう悪い見本ばっかりよ。あでも悪い見本やから、まあ、まあ賢く育った。なんかこう嫌いな酒何よ。ほんだ嫌いな酒、日本酒とか、うん、焼酎とかは飲めない。あ苦いっていうか。そうやな、日本酒はでも甘い、甘いよ。うーん、そうかな。いや、うん、甘いような気がする。飲めることもないけど、なんか、うん、自分からはいかんかなって感じ。あ女子会で、うん、みんなこう中華飲んでる中で、うん、日本酒とか言ってもうヒーローやで。ああいう居酒屋でお酒強いイコールなんか、うん、もう格が上に、いやでもその考えはまず古いんやって。あそうなんや。みんな中華でええねん。あそうかそうか、うん、私ヒーローですって言われてよくない。いやもう別にええねんそれで。いやそうやな、いや古い確かに。 なんかでこう意地張ってしまうねん。いや男だからそうなんかもしれんけど。でも男の子がそうあるかもしれん。大概ねこうビール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 ってなんねん、うん、まあ、その中で一人だけ日本酒とか言ったら、うん、おーってなんねん。でもおる飲み会とかで、うん、ビールとか焼酎とか。あなるほど。でもそういう子が一番ベロベロになってみんなに迷惑かけてる、うん、ああまあそういうことやな、うん、意外と強いって言うてもそんなに差ないからな。うん、やっぱりこう二日酔いになるまで飲むとしんどい。うん、しんどい。ということで二日酔いになったことはある？ないです。もうすごい賢いな。賢い。俺なんかもう二日酔いはなる手前ではもう今はできるけど、うん、若い頃なんか毎日二日酔いやったで。やば、毎日使える。そうやで、仕事絶対しんどい。仕事はあの朝運動したら大丈夫っていうかな。いやそれ絶対ごまかしてるだけやで自分で。やっぱ先輩は怒ってくれんねん、毎日怒ってくれんねん。で怒ってくれて、怒られる人はやっぱりこうあのずっとの飲まなかった。怒ってくれるって聞くわ。バブルは毎日で怒ってくれる。いや確かにしょうもないことしたんかと。いやあの確かに毎日あの両方されたよ。あかんやん。怒られて怒られた。自分が先輩になって後輩くで、うん、そしたら逆になる。まだ怒って、まあ、で怒られ、まあ、まあ、先輩怒られんの。まあ辛い思い出もあったかな。強い人は、うん、ほんまに強い。飲み方とか関係なく強い人は、うん、本当に強い。ひたすらダラダラね、ずっとね、もう何時間も飲める人と言ってんのけど、私のことかい。ああそうやね。もう母ちゃんはねもうめっちゃ強いね、うん、ダラダラ。もうこっちねダラダラ。いやそうやね。何を言ってんの。ダラダラ。いやすげえダラダラ飲んで、えまだ飲むのって、まだ注文するのって。こっちはどっちか言ったらもうあのいきなり飲んで終わっちゃうね、うんうん、どっちの方。うん、いきなり飲んで終わっちゃう。ああ親子やな。うん、その辺は。だけど乾杯ってさ、うん、もうグイって行きたくなっちゃう。まあ行っちゃうよね。行っちゃう。まあ本当それはあの理性に任した方がいいよ。質問とかないの？ある。これちょっとあのなんかあります？じゃあまあ普通の質問やけど、うんうん、まあいつからビール美味しくなったか。ああビールはねあの35歳ぐらいから。いや美味しいってね、飲める美味しさと。あ普通に飲んで うまっ、うまいなっていうのと、何が35歳起きた。そう、あ、来た来た来た。あ、名護って言うんだ。これ名護やで、あのオリオンビールの名護。へー、名護名護市っていう、そう、おしゃれ、うん、これはちょっとあのスタートの上に乗せるのもったいないので、うん、こう乾杯いいんですかね。乾杯。あ、
結構ちょっと苦め。ビール。あ、いや、フルーツや。結構フルーティー。え？苦めフルーティー。色もどっちかっていうと濃いみやん。文字を見てからフルーティー。あ、苦め。あ、いや、フルーティー。15歳ぐらいになった時に、あ、本当うまいなって。あ、うまーって思う。まあ、それがうまいなと思ったんだけど、うん、その、仕事終わってから汗かいて仕事終わってからふわーっと炭酸のうまさっていうのはだいたい今21人ぐらいからかな。まあ、今の味覚ぐらい、うん、そうやな、そうやな、まあそれぐらいかな。で、その時はチューハイなんてなかった。チューハイってあったんだけど今みたい甘くなくて、もうすっげーなんかレモンみたいな。あ、そのままみたいな。そのままっていう。どう、どうな、ビール飲んで、どう、どう今ビールですか、うん、苦い。わかるわかる。飲んで飲んで慣れて、うんうん、なんで慣れなあかんなっていう気持ちもあるんだけど、うんうん、そこがねうまくなんねん。それが大体35歳からもう言うてる前やと思うわ。いや言うてる前じゃないよ、もう毎日飲んで。いやいやいや、まあ、今回はまあ娘がまあお酒を飲んで、まあ、何が好きかとか、あと友達は飲むかとか、うん、まあ、そういう話を聞いたんですけども、まあ、次回のお題として、まあ、何がいいかなっていう。つまみを作って、うん、つまみを作る、うん、つまみを作って、うん、分かった。で、酒は買うから。お酒、つまみを作って、うん、お酒を作る。それは次の動画も何十年、何年後とか。お前さ